SEO は自分でやる時代ステップ4。そのキーワードに対して素早くページを作る方法を知る。ステップ1で主要キーワード第1キーワードの動向を Google トレンドで調べ、ステップ2で Google AdWords キーワードプランナーで検索数を調べ、ステップ3で主要キーワードに対してどんな関連キーワードが検索されているかが分かりましたね。関連キーワードを含めた複合キーワードのリストは作られましたか？その中で最初に作成するページの候補をいくつか選んでください。キュレーションを活用する。ページ作成の候補が決まったら、その複合キーワードを使う記事を作成します。最もいいのは自分のオリジナル記事ですが、そうは言ってもどんな複合キーワードに対してでも記事を書くのは容易ではありません。そこで参考サイトを探します。ここではキュレーションについてお話ししましょう。キュレーションとはインターネット上の情報を収集してまとめることです。キュレーションサイトはおすすめキュレーションアプリ比較まとめを参照して好きなものを使うといいでしょう。説明にはネイバーまとめを使ってみましょう。ただしキュレーションの取り扱いについては以下を参照して自己責任で行ってください。ネイバーサービス利用規約第4条コンテンツの取り扱い参照。キュレーションメディアのコンテンツの作り方と著作権問題。では今回も具体的にやってみたいと思います。ステップ3で決めたねページの作成候補っていうかね、そういうものがあるとしてですね、ステップ2のですねキーワードプランナーをちょっと出してですね、これがパスワードですね。これを貼り付けて送信して出します。でこれがステップ2のところなんですけれども、こちらの方にですね Google AdWords キーワードプランナー、こちらを開きます。そしてアドワーズにログインして、そしてここのねフレーズウェブサイトカテゴリーを使用してというところを選ん でこの中にですね、まず何でやってみようかな、育毛でやってみましょうか、まあ、これ皆さんがね選んだキーワードね、そのまず使用キーワード入れていただいて、まあ、複合キーワード決まってたら複合キーワードで入れてもいいんですけどね。で、そうするとまあ、こんな感じでね、出てきました。これを直接やるんじゃなくて、それではですね、育毛の女性 ?9600 ぐらいですね。まあ、このくらいだったらいいかなって感じなんで、育毛女性っていうね、これをコピーします。これはこれで、検索上位になった時にね、5月は6880回検索されてるという、まあそういうのですね。でも多い時は1万回超えてるんですよね。まあ今後、6月、7月どうなっていくかわかりませんけれども、まあ大体目安としてね、こんな感じを一応頭に置いておいてですね、そして元のページに戻ります。そして、この、キュレーションを活用するの中の、説明にはということで。まあ、本当はね、こちらの方からですね、いろんなものを選んでいいんですけれども、スネキュレーションというところでですね、他にもですね、いろいろとあります。こちらの方で、ハテナブックマークとかね、それから、まあ、これネイバーですね。ネイバーとか、他にもいろいろとあるんですけど、まあ、いろいろとやってみていただきたいんですが、とりあえず、こちらのネイバー。ネイバーまとめというところですね。まあ皆さんの場合はですね、まあこちらでもいいし、それからこちらの先ほどのですね、この中のネイバーまとめました。そう、これですね。これをクリックしていただいてもいいしですね。そうすると、ネイバーまとめっていうのが出てきました。そしてこちらの方にですね、先ほどの文字を、育毛、これね、スペース入ってるんですよね、これね。スペース入ってますね。これを検索してみます。そうするとこんな風にまとまった記事がね、たくさんここに羅列されているので、ここでですね、まあ一番上見てみましょう。そして育毛シャンプー、なんとかなんとか、スカルプデーなどで知られる
スカルプシャンプーとはとかっていうのが、こういうところの文章とかですね。あと、まあ、この辺の文章もね、取れるかもしれませんけれども、あとはこの下ですね、ここにもありますね。こういう文章とかあるんで、こちらにある文章ね、一応ね、これ著作権というものがありますよね。なので、例えば、これをコピーしてですね、またはですね、ここ、これを一応自分でよく読むんですよね。よく読んで、貼り付けてからですね、この中で、例えばね、スカルプシャンプーが、とか、頭皮とか、まあこういうところね、ちょん切っちゃうんですね。それからの意味ですとか、直訳すれば、なんとかなんですけども、頭皮を洗うためのシャンプー、なのですが、世間一般的に毛が生えるというイメージがありますね。実は毛が生えるのは、これどっちでしょうね。毛が生えるのはメカニズムがあり、ヘアサイクル。まあ、ちょっとキーワード的なものをね、取っていきます。簡単に言うと、毛が抜け落ちて、正しい毛が生えてくるんですね、とか、こう、適当にですね。よくある最低です。最低の状態。まあ、こんな感じの、まあ、ちょっと主要な文章を取って、あとプラスですね。今回は、育毛っていう言葉と、それから、女性でしたっけ？これが主要キーワードと、これがサブキーワード。第一キーワード、第二キーワードって感じなんですけども、こんな風にしておいて、じゃあこのスカルプシャンプーっていうのは多分これ名前なんですよね。だから まずね、商品名なので、もしこの商品名を売るんであればこのままでもいいんですけど、商品名じゃなければ、例えばコピーをしてですね、で他にもシャンプーっていう言葉があるんで、まずシャンプーを置かんで、ここに入れてですね、これを洗濯剤ですか。まあ、例えば、まあ、洗剤だから、まあ、これでもいいですかね。で、これ、例えば、すべて痴漢ってやると、こちらの方がスカルプ洗髪剤に変わったんですね。まあ、こうやってですね、スカルプ洗髪剤、自分で今度書くんですよ。これに重要なこと。頭皮の、ケアをするものです。とかね。まあ、こんな風にですね、こう、重要なキーワードだけ残しておいて、あとはね、自分で書くんですよね。これをリライトって言います。っていうふうに、洗剤は、最初にね、やっぱり、育毛には、特に女性の育毛には、とかね、適当に書いてですね。直訳すれば、頭皮を洗うための洗剤。で、世間一般には毛が生える。髪の毛が生えるのに役立つ、洗濯剤です。ね、髪の毛が生えるメカニズムにはヘアサイクルが重要で、
まあ、適当にですね、こう入れといて、そうするともう取れなくてね、これが例えばできたと思うんですね。そしてこれをですね、例えばブログだとか、そういったところに貼り付ける。今度は、まあこんな感じでね、コピーをして、またですね、この下に貼り付けて、これもですね、紙に置いて、まあこんな感じでね、書いていって、ここもですね、こう上と同じようにこう書いていくんですよね。これリライトって言うんですけども、このようにして書き直して使うと、まあ問題はない。それからもちろんですね、一番最後ですね、入れておいて、そしてね、ここの上のですね、ここですね、ここの URL をね、このように入れておくと、相手のためになっていることをやってんだよと、そんな感じがしますよね。そんな風な感じでやっていければいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらもね、同じように。この一部の重要なところだけはね、要するにこう、このようにコピーを一旦しますよね。一旦コピーをしたら、こう一旦貼り付けておくんですけれども、こうヘアサイクルとか、こう重要なものだけをこう残してですね。そして後で自分で文章を、ね、組み立て直すと。そういうふうにすれば、わりかし簡単にリライトができると思います。でもう一つなんかやってみましょうかね。例えば、じゃあ、先ほどキーワードプランナーで不毛って言ったんですけど、例えば、痩せるとかね。まあ、ここにキーワード入れてみたいと思います。そうすると、痩せるだけですごいですね。300万とかね。痩せるってすごいんですね。検索されてます。でも、絶対痩せるとかってなると、1万6000回とか、痩せる薬とか、確実に痩せるとかってなると、1万回とかってなってくるので、ここで確実に痩せる方法ですよね、多分ね。で、これを、じゃあコピーしてですね。そしてネイバーも友の中にまた入れるんですね。これは方法かな。そして、また検索しますね。そうすると確実に痩せるリバウンドしないダイエットの方法とかって、こういう記事があるわけですね。そしたらまた同じように、ちょっと記事読んでみて良さそうだな、使えそうだなと思ったらですね、これをコピーして、ですね。で、次のメモ帳にこうコピーをしてですね。全くやり方は同じなんで、で、これは、何でしたっけ？一番最初が、痩せると、二番目が、何でしたっけ？確実に痩せるですね。例えば、痩せる方法って知りたいですね。みたいな。そうするとね、確実痩せるって言葉がね、言葉の中にこう自然に出てくる。いくつか入れられるときに入れてやるっていうね。まあそんな感じで文章を書いてですね、それをブログとかホームページの中で使えばいいと思います。まあこんな感じでですね、自分で一人でこう何もないところから考えるんじゃなくて、このキュレーションを使っていろんな記事を見てね、良さそうなものを中で選んで、自分に合ったものの中でこうたくさんあるんでね、選んでですね、やればいいと思います。それから中には直にですね、アフィリエイトできるものもあるかもしれないし、販売させてくれるものがあったりしたらね、そのまま持っていいんですけどね。まあそんな感じでやっていただければと思います。いかがですか？こんな感じだったら、全部自分でコンテンツを考えていくよりも、はるかに簡単にね、短時間にできると思うんです。YouTube の活用。キュレーションマニアのコンテンツの作り方と著作権問題を見ると全く問題ないのが、YouTube などで人気の動画を紹介する形式です。今 YouTube の検索数は、Google に追いつき追い越す勢いですね。皆さんは YouTube をやってますか？明日はステップ5。素早く検索上位になるサイトとは、どのようなサイトかを知る。です。お楽しみに。